率直に今のお気持ちを聞かせてください。まあ、ほっとしたというか、今すごく安心しました。指名を待っているとき、どんなお気持ちだったんですか？本当ずっとドキドキしていたので、早く呼ばれないかなというふうに思って待ってました。これだけ緊張したことって今までの人生でありましたか？いや、初めてです。オリックスからの指名ということですけれども、オリックス、どんな球団というイメージをお持ちでしょうか？本当毎年強くて、本当長打打てるバッターが揃っているので、まあ、自分に合ってるかなと思います。どんな活躍、どんなプレーを見せていきたいですか？本当誰からも愛されるような選手になって、本当長い間活躍したいと思ってます。今この気持ち、誰に一番に報告したいですか？そして何と伝えたいですか？まあ、いろんな人にお世話になったんですけど、まあ、やっぱり小さい頃からずっと支えてくれたお父さんとお母さんにありがとうと伝えたいです。ありがとう。以上。はい。以上です。抱負みたいな。感謝の抱負みたいな。まあ、これからプロ入っても。みんなのこと忘れずに一生懸命頑張るから、まあ、これからも応援よろしくお願いします。はい、